はい、皆さんこんにちは、こんばんは、流星です。ご機嫌いかがですか？お元気ですか？今日はね、会社のね、ダメなところについてね、いくつかちょっと話をしていきたいと思います。日本の会社に限るんですけどね、日本の会社ってなんか古臭いというか、昔ながらの時代遅れの習慣って結構残ってて、突っ込みどころ満載だと思うんですけどね。まあ皆さんもそういうふうに、まあ思ってらっしゃると思うんですけどね。まああるあるっていうか、やっぱりダメだなとか、こんなの必要ないよねっていうのを、ちょっと話をね、していきたかったので、ちょっとまとめて話をしていきますね。で、日本の会社で必要ない習慣で2つあるんですけど、朝礼とあと飲み会ですよね。この2つってすごい無駄だと思うんですよね。なんかそのモチベーションを上げるとか、意識を高揚させるとか狙いがあると思うんですけど、会社の経営陣から見るとね。だけどほぼほぼ無駄だと思うんですよね。でましてやこの中年の僕ですらそう思うってことは、今の若い人たち、20代の人たちは本当に無駄だと思ってると思うんですよね。ない方がいいと思うんですよ。まあ建設的な意見もまあしていきますけど、まあまずない方がいいんですよ。ない方がうまくいくんですよ。モチベーションが下がるんですよね。なぜならば、朝礼をその職場長、そこのまあ事務所の一番トップの人、社長とか、まあ部長とか職場長いますよね。その人がまあ朝礼をするんですよね。ちょっとまあ耳の痛いこととか大事なことも話するんですけどね。でそれが嫌なんですよね。それをまずその朝一ただですら満員電車とか通勤でヘトヘトになって、夏場だったらまあちょっと汗ばみますよね。で革靴履いて、でスーツ着て、まあ普通のサラリーマンね、日本ので、汗ばむじゃないですか。でただでさえ朝ヘトヘトになって、さあ仕事しようかなと、まあちょっと一服して仕事しようかなって時に、朝っぱらからあの朝礼、しょうもないことを、まあ、5分とか10分とかやりますよね。そのためになんかモチベーションが下がるんですよね。ああまたしょうもないことがあんのかみたいな。で電話が鳴ってるんですよね。朝その朝礼をしてる間に電話が鳴ってるんですよね。割と大事な電話だと思うんですよね。それを出れないんですよね。それを出ないことによって、例えばクレームにつながったりとか、無駄な仕事がまた増えるわけですよね。だから無駄なことをしてる上に無駄が倍増されるわけですよ。まあ倍増はちょっと言い過ぎかもわかんないですけど。で、最悪な会社は普通の従業員たちに代わり番号で朝礼をさせるっていう会社もあるんですよね。これが最悪でさ、まあ日本人ってもともとスピーチ苦手な人種だと思うんですよね。人前に立って話をするっていうのは苦手なんですよ。だからいい年を超えたサラリーマン、20代以上の社会人ですよ。その人たちが意識の高揚をしなきゃいけないとか、そんな考え方はもうおかしいと思うんですよね。社会人なんで自分の意識とかモチベーションの上げ方とか分かってるわけなんですよ。子供じゃないからね。でやりたくもないことをやるってことは、もうそれだけでモチベーション下がるんですよ。あ、明日俺の当番かみたいな。もうそれでモチベーションは下がるんですよね。だったらない方がいいんですよ。朝礼っていうのはやらない方がいいんですよ。注意事項とか伝達事項は LINE とかメールとか、あとセンドでいいんですよ。今もうインターネットとか、各従業員にパソコンがありますよね。大抵の会社は、まあ、パソコンない事務所だったらあれですけど、だからパソコンがオンラインでつながってるんだから、センドとか、あとまあ携帯持っておられる会社さんは LINE でいいと思うんですよね。なんで昔ながらのやり方にこだわってるのかと。精神論はもうダメですよ。精神論言っててもダメですよ。意識を高めるとかダメですよ。そういう人ダメですよ。はっきり言って経営者でそういう人いるでしょ。間違ってますからね、はっきり言って。あのね、これってね、産業革命が起きた19世紀とか20世紀だったらわかるんですよ。工場労働者なんですよね。工場労働者の人たちが朝集まって、欠勤がないかとか、その生産ラインが一人でも欠勤してたら回らなくなるので名簿を取るんですよね。それがまあ朝礼をして、体操をして、で
出席を取るんですよね。それはまだわかると思うんですよ。学校もそうですよね。だから工場労働とあと軍隊ですよね、古くは。それの名残が今も日本の企業には残ってるんですよね。だから間違ってるんですよ。工場以外の普通のまあ商社とか普通のまあ一般的な事務所ですよね。パソコンがまあ各自従業員さんに与えられてオンラインシステムのある普通の会社さんですよ。その会社は朝礼する必要ないんですよ。なぜならばオンラインで伝えることができるから。精神論も根性論も意識の高揚のへったくれもないんですよね、うん、これ絶対におかしいと思うんですよ、うん、パソコンとオンラインでやればいいんですよ。だから本当に無駄だと思いますけどね。まあ日本人もともとスピーチとか苦手ですからね。まあそれを人前で話をつける度胸がついたっていうのは確かにマイナスじゃないとは思うんですけど、毎日これ朝礼を聞かされると思ったら、まあ嫌な気持ちになりますからね。好きな人いないと思いますよ。で、最悪なさ、頭の悪い経営者でさ、幽霊をやる会社もあるんですよね。本当に頭悪いと思いますよ。これ5分とか10分って言っても、夕方って1日の業務がほぼほぼ終わるじゃないですか。その終わる前に、各下請け業者さんとかお客さんとか、いろんなクライアントさんが明日の打ち合わせをしたいから電話をしてきたりメールしてきたりとかするんですよね。その大事なゴールデンタイムに幽霊をするっていうのは会社としてマイナスだと思うんですよね。いや経済活動としてマイナスだと思うんですよね、うん、経済活動してないじゃないですか。その大事な例えば5時とか4時50分に幽霊をしてたら大事なゴールデンタイムなんですよ。このゴールデンタイムに経済活動が止まるんですよ。5分とか、まあ電話がずっと鳴り続けたら女性の方が取るっていうパターンもあるんですけどね。経済活動をしてないんですよ。それだったらやらない方がいいんですよ。やらなくてさっき言いましたけど、センドとか LINE でいいんですよ。伝えたいことが、どうしても職場長が伝えたいことがあれば、センドかメールか LINE でいいんですよね。なんで作業、従業員の手を止めて、一人がその10人20人を相手に話をするんですが、それって絶対に無駄だと思いますよ。はっきり言うけど無駄ですよ。無駄っていうか失礼ですよね。他のお客さんに対して失礼ですよ。経済活動を5分10分止めるわけですよ、そのゴールデンタイムにね。まあ朝もゴールデンタイムですけどね。まあやっぱり朝のその僕はラジオ体操とか、体操はなんかね、その体を動かすっていう意味では悪くはないと思いますけどね。まあいずれにしても工場労働とあと軍隊ですよね。この2つの名残が今も残ってるんですよ。で、朝礼は海外は一切やらないらしいですね。インターネットでも調べましたけど、海外の企業は一切朝礼はやらないんですよ。なぜならば、もう信頼関係にあるので、自分で仕事をコツコツとやるんですよね。経営者がそんな余計な心配をせずに、朝礼でやる必要はないんですよね。っていうのをわきまえてるから朝礼は一切しないらしいですね。まあ日本のやっぱ工場労働の、まあ、名残だと思いますけどね、うん、まああとは飲み会ですよね。飲み会ほど無駄なものはないと思いますけどね。まあ好き者同士で集まって飲めばいいんですよね。飲み会が嫌いな人いるじゃないですか。そのためにさ、時間を無駄にするんですよ、2時間とか。で、最悪なのは自腹で強制する会社もありますからね。で、お金と時間を無駄にして何の成果もない。お酒が好きな人はいいかもわかんないですけど、まあ、僕も大体会社の連中と一緒に飲んでも、あのね、酒と、まあ、僕は料理とか全般的に好きなんですけどね、なんかね、味がしないんですよね。なんかね、隣立てを上司でもいたら、あのね、美味しい料理の味がしないんですよ。で、仕方なくもビールをガンガン飲んでましたけどね、もう酔っ払うしかねえやみたいな感じで。で、その料理人に失礼ですよね。お酒と料理人百姓の人たちに失礼ですよね。そんな行きたくもない飲み会に行って飲み食いするっていうのは時間とお金の無駄と、あと百姓さんとか料理人の人たちに失礼なんですよ。こんな無駄なことはないと思いますよ。やらない方が業績は伸びると思いますよ、はっきり言って。
だからね、日本企業の経営者の人たちって時代遅れの人がまだ8割はいると思いますよ。この人たちが引退して死んでいけば日本企業は良くなっていくかもわかんないですけどね。若い人たちがね、おかしいと思ってると思うんですよ。みんな口にはしないですけど、口にしたら査定下がるから。なぜならば、なのでね、今のね50代60代の人たちがもう引退して亡くなったらいいんですよ。そしたら日本企業は巻き返しするかもわかんないですけどね。まああと長寿命と高齢化問題はまああるんですけどね。それとね、最悪なのはね、やっぱりね、優秀な若い人が日本を置いて海外に移住するっていうのがもう最悪ですよね。これで日本が沈没していくっていうのが考えられますけど、まあいずれにしても話が脱線したんですけど、まあ日本企業会社の無駄なものをまず排除していきましょう。そしてまあ建設的な意見を取り入れて上げていきたいなっていうのはまあ常々考えてます。はい、じゃあまあ一旦今日はこの辺にしたいと思います。チャンネル登録、もしよかったらポチッとボタンを押していただければと思います。バイバイ。